フィアット600は、フィアットが製造、販売した自動車である。本校では、アバルトが600をベースに開発した各車両についても、解説する。フィアット最初のリアエンジン車であり、当時の価格は59万リラであった。ミラフ用理工場における1955から1969年の間の総生産台数は260万4000台で、ある。セアトを、はじめ、 シュタイヤ、NSU、ザスタバでもライセンス生産された。また、ソ連で模倣され、ザーズ・ザポロージェツが作られている。アルゼンチン、チリ、ウルグアイでは、プティートの通称で非常に親しまれた。この600のメカニズムを流用し、3列6人乗りのピープルムーバーに仕立てたのが口実するムルティプラである。1956年1月にブリュッセルモーターショーで公開された。 小型ながら最大で6名の乗車ができ、タクシー仕様も存在した。フィアット社を専門に手掛けるチューナーのアバルトは600の優れた蘇生に注目し、より走行性能を引き上げるパフォーマンスキットの開発に着手した。1956年完成したキットをアバルト750デリバツ用ネとして発表。ユーザーが自ら装着するコンプリートキットとして展開された。 当時のアバルトの看板商品だった丸ミッターアバルトやキャブレターキットといった部分的なチューンアップとは異なり、エンジン周りのチューニングを中心に外装パーツまでを含むフルキットだった。具体的な内容は、エンジンのストロークを延長する単造性クランクシャフト及び特製のピストンをはじめ、シリンダーヘッド、スポーツカムシャフト、体型キャブレター、 アバルトの名をい込んだ専用インテークマニホールド、そして看板商品の丸ミッタアバルトなどで構成されていた。排気量はベース車の 633cc から 747cc まで拡大され、最高出力はノーマルの 18ps から2倍以上となる 41ps にまで高められていた。チューニングによる高出力化に対応するため、容量アップしたクラッチや大容量、 ラジエーター、エンジンバルブ系の変更、ヘッドボルトの強化、専用ヘッドガスケット、強化型オイルポンプ、ファイナルドライブなど、信頼性と耐久性を確保するためのメニューも含まれていた。エクステリアは、ノーズの縦型グリルに収まったアバルトエンブレムをはじめ、リアのエンジンフードに、フィアットアバート750のバッジを装着。フロントフェンダー横には、 デリバジオーネのバッジが取り付けられた。徹底的に手が加えられたエンジンチューンに比べれば、外装の変更は少なく、600との違いを控えめに示す程度に止められていた。750デリバジオーネは25.5万リラで販売された。当時の600の新車価格は59万リラであり、キットの価格は車両本体価格の半額にも迫るものであった。かねてより、 アバルトは様々なタイプの GT マシンでサーキットレースに挑み実績を重ねていたが当時ツーリングカークラスに導入されたのは750デリバツ用ネのみでより戦闘力を高めたモデルが必要とされていた合わせてロードユースのユーザーからもモアパワーを望む声が高まりそれらの声に応える形で1961年にアバルト 850TC を発表する 社名の TC は、トゥーリズモ・コンペティツヨーネを意味する。排気量を 633cc から 847cc へ拡大するとともに、専用の単造クランクシャフト、コンロット、ピストン、バルブなどを採用し、圧縮比を9.2、1まで高めた。さらに、体型のソレックス32プビックキャブレターや、マルミッターバルトを引き続き採用するなど多岐にわたる。 チューニングが施され、最高出力 53PS、5800rpm、最高速時速 140km というスペックを発揮した。大幅に向上したパフォーマンスに対応した足回りも強化され、当時のツーリングカーでは珍しかったディスクブレーキをフロントに備える。インテリアではタコメーターを中央に配したイエーガー製の3連メーターや、 サンスポークのレーシーなステアリングホイールが装備される。また、リアスカート下からは放熱性を高めたフィンが刻まれたオイルパンが除き、エンジンフードを浮かせて固定させるという様式は、以降のアバルト TC 系でも、伝統として引き継がれていく。こうして誕生した 850TC は、高性能サルーンの代名詞となり、好評なセールスを記録して、アバルトを大きく躍進させる一台となった。 レースでも目覚ましい活躍を見せ、1961年9月のニュルブルクリンク 500km レースでは 850TC がツーリングカー 850cc クラスで1から3位を独占し、総合成績でも競合相手に12から14位と検討した。アバルトはこの勝利を記念し、高性能版となる 850TC ニュルブルクリンクをラインナップに追加する。 排気量はそのままに圧縮比を9.8、1まで高め、キャブレターを一回り大きなソレックス34プビックに換装し、さらにはバルブタイミングの変更や排気系の効率化などの入念なチューニングが施され、最高出力は 56PS、6000rpm まで高められた。エクステリアではフロントのスカート下にサブラジエーターが配された点がポイントとなる。 850tc でもフロア下の中央にサブラジエーターが備わっていたが、より冷却効率を高めるためにフロントに移設された。続いて、純レース仕様の 850tc コルサもラインナップに追加。こちらは完全なレーシングカーとして速さを追求したチューニングが施され、最高出力は 79ps を発揮するに至った。それまでのアバルトは、 一般的にはチューニングメーカーとして認識されており、自動車メーカーとしてはレース用を中心とした GT カーを少量生産するのみだったが、850TC の登場によってマニュファクチャラーとしての存在感を一気に高めることとなった。当時、GT カーのカテゴリーは 700cc 以下、850cc 以下、1000cc 以下に分類されていた。 850cc 以下のカテゴリーを 850tc で接見したアバルトは 1000cc クラスに挑むモデルの開発を進めていた。こうして1962年に登場したのがアバルト1000ベルリーナである。社名は先に登場した 850tc に倣って 1000tc とはならず1000ベルリーナと命名されたが愛好家の間では 1000tc という通称で呼ばれることが多い。 850pc と同様に600をベースとし、排気量は 600do ブロックをベースに 982cc まで拡大。最高出力は、ロードバージョンが 61ps6000rpm で、レーシングバージョンのコルサでは 69ps6800rpm にまで高められた。最高速は、ロードバージョンの時速1 5 0トルに対し、コルサは、 時速 170km に達した。外観は基本的には 850tc と変わらないが、フロントフェンダーにフィアットアバート1000の切り抜き文字が取り付けられた。このほかホイールはそれまでの雨通りのスチール製に変えて、カンパニオーロ製エレクトロン、いわゆるアバルトパターンのホイールを採用した。エンジンフードは付属のステーで水平まで上げることができ、エンジンルームの放熱に貢献した。 こうして戦闘力が高められた 1000TC コルサは、すぐさま、イタリアをはじめとするヨーロッパのツーリングカーレースで活躍を始めた。1000cc 以下のクラスで圧倒的な強さを見せつけ、1964年には早くもイタリアツーリングカー選手権のチャンピオンを獲得した。1965年モデルでは、効率と耐久性を高めるために、冷却システムが大きく変更された。 大型のラジエーターがノーズに配されるとともに、ラジエーターをカバーするフェアリングが取り付けられた。この変更により、パワーロスを生んでいたリアラジエーターの冷却ファンを配し、エンジンのパフォーマンスを向上させることに成功した。このほか足回りにも手が加えられ、フロントサスペンションは横を切りスプリングをロアアームとして機能させつつ、 新設計のコイルスプリングと同軸のダンパーを組み込むことでコースに合わせた細かなセッティングを可能とした。1965年はシーズン開幕から優勝を飾り、同年のヨーロッパツーリングカー選手権のディビジョン1でチャンピオンを獲得。イタリアツーリングカー選手権の 1000cc 以下クラスのタイトルも手にした。1966年モデルではエンジンの圧縮比を13。 一まで高めることで最高出力が 86PS7600rpm に向上。一方で車重は 583kg までシェープアップされ最高速度は時速 195km に達した。外観ではノーズのラジエーターをカバーするフェアリングを大型化し空力性能を向上させるとともにデザイン面でもボディラインにマッチするものとした。 ボディカラーもそれまでのアイボリーからグレーに変更され、ボディサイドのウェストラインに赤いストライプを配するカラーリングとなった。また、ワークスマシンには識別用として、ルーフにチェッカー模様のマーキングが施され、850TC はイエロー、1000TC はレッドでペイントされた。このルーフに施されるチェッカー模様はアバルトの定番モチーフとなり、現在販売されている。 アバルト595にもオプションで設定されている。このような改良の結果、1966年のヨーロッパツリングカー選手権ではディビジョン1クラスのチャンピオンを前年に続き勝ち取った。その後も戦闘力を高める改良を重ね、スヒクリングカーレースの 1000cc クラスの王座を守り抜き、後継モデルの 1000tcr が導入されるまでレース界に訓練し続けた。 1000TCR1968 年から大幅な変更が許される CSI グループを規定に合わせてアバルトは 1000TC にさらなる改良を施す。テスタラディアーレと呼ばれる半球形の燃焼室を持つシリンダーヘッドを採用しオフながら燃焼効率をより高めたことから 982cc の排気量で 114PES を発揮するに至った。正式名称は アバルトセンベルリーナコルサで、以前と変わりないが、愛好家の間では、ラディアーレを意味する R を付して、1000TCR と通称され、従来型の 1000TC と区別されている。こうして誕生した 1000TCR は、1968年3月24日に、モンツァサーキットで開催された、ジョリークラブ4時間でデビュー。しかし、トラブルにより記録を残すことはなかった。 1970年1月、CSI の新規定に適用させてアップデートした線 TCR のグループに使用を発表。このモデルから太いタイヤを収めるため、新たにデザインされたフロントリアフェンダーを備え、コーナリング性能を向上させた。また、サイドリアウィンドウをアクリル製とするなど、さらに軽量化が突き進められ一段と戦闘力を高めた。エンジンは、 圧縮比を13、1まで高めるとともに、テスタラディアーレに2機のツインチョークウェーバー40ドコニを組み合わせることで最高出力は 114PS に達し、最高速は時速 215km をマークした。エクステリアもよりアグレッシブになり、フロントに備わる巨大なラジエーターと大きく張り出したディアフェンダー、水平に開いたエンジンフード、体型エキゾーストパイプ、 スカート下に覗くアルミ製の大型オイルサンプがそのパフォーマンスを誇示していた。その後も 1000TCR の改良は続けられたが大きなところではリアサスペンションに新設計の交換性トレーリングアームを採用した点である。キャンバー変化を最小限に抑えながらサスペンションストロークを大きく取ることに成功しコーナリング時の安定性が大きく改善され、 ラップタイムの短縮に貢献した。また最終改良型では、600由来のロアアームを兼ねる、横置きリーフスプリング式のフロントサスペンションが配され、ペントラーレと呼ばれる、クロスメンバーにエアアームとコイルスプリングを用いる、方式に変更し、細かなセッティングが可能となったことから、コーナリング性能をより高めた。こうして、ツーリングカーレースで 1000cc クラスの王者で、 あり続けた 1000TCR だが、1971年になると、ヨーロッパツーリングカー選手権のディビジョン1が 1000CC 以下から 1300CC 以下に変更され、絶対的な排気量の差はどうともしがたく、アバルトは 1000TCR のワークス3000の中止を決定する。こうした中で1971年10月15日に、アバルト社はフィアットに吸収され、 フィアットのラリー部門と市販車のスポーツバージョンの開発を担当することになる。これにより、アバルトのサーキットレースのプログラムはすべて中止されるが、その後もプライベーターによるレース参戦は続けられ、1972年のイタリアツーリングカー選手権で 1000cc クラスのチャンピオンに輝いている。ありがとうございます。